2回目の夏へ王手をかけた長崎南山は今日も打線が好調。4対1とリードして迎えた7回には6番下里からの5連打で3点を挙げ、長崎商業を大きくリードします。そしてとどめは9回、先発門脇をリリーフしたピッチャーの河野がスリーランホームラン、合わせてヒット19本で10点を奪います。猛打の長崎南山が長崎商業を下して優勝、実に39年ぶりに夢の甲子園へたどり着きました。